あとは封印するだけぞ。こう。オビト。オビト。一体何を？かつて俺が利用しようとしていた男。長門が俺を裏切った手段。けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。 長門がかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。いいだろう、雑談。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために交代だ。 けど輪廻転生の術。<笑>やっとまともに戦う。やはりこの体でなく血湧き肉を持ってこその戦いだ。 まだら、お前この時を狙って。これが戦術着。簡単に扱えそうだ。まだ何を狙って。柱、かつて内派の石碑の前お前に語ったのを覚えているか。 相反する二つの力が協力することで本当の幸せがある。だが別の捉え方もできるとも言う。内派と戦士両方の力を手にした者が本当の幸せを手にし、そういう捉え方もできやしないか。 首輪をかけてやる。させねえよ。 そうだ、俺はもう死者ではない。どういうことだ。どうやって生き返った。そうだな、これについてはオビトに感謝しなければならないな。まさかお前長門の時の術をオビトに。まあそれも俺の計画のうちだった。てめえ。さて、 そろそろお前には眠ってもらうぞ。美獣もろともな。美獣のみんなはやっと自由になれたんだ。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。 今だ！
持ってきてる。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。左目はまだ。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。 ゲットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。見ておけ。陰謀変更。何かしてくるかもしれねえ。注意し。何しやがった。さて。 これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は。ナルト！死んだ。美獣を抜かれてしまったのだ。マルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。 すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。 美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが、全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。 江戸天聖のままが良かったと悔やみながら行け。ナルトとは違い、頭を使っての行動が得意のようだな。サスケ、それでいい。ウチハは交渉に戦うべき。さて、 お前は数少ない宇宙派の生き残りだ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。サノをかぐすち燃えつけろ。はい。どの道お前に残された時間は少ないぞ。 エントン、セサロン、カグツチ。燃え尽きろ。お前は生き返ってまで何を望む。わしらの時代はとうに終わっている。柱間の成し得なかった国づくりを変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した前任者柱間のものだ。
死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限つくよみだってのか。そう、それこそ俺の望む本当の世界、犠牲のない世界だ。なるほど、お前の描く世界に全くの世界がないわけでは。その果実地消えろ、古き時代とともに燃え尽きろ。言ったはずだ、旧時代の遺物がシャシャるなと。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは。ちょっと待ってよ、行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。